こんにちは、レトスノーのおノです。今回なんですけども、何から手をつけたらいいかわからない方へアドバイスをさせていただきます。勉強はやりたいと思っているけれども、何から手をつけたらいいかわからない。こういったお悩み持っている人たくさんいます。とりあえずテキストを読もうかな。とりあえず過去問集やろうかな。やったはいいけれども、本当にこれでいいのかわからない。不安を持ったまま勉強していても、おそらく続きません。 なので今回はそれを払拭していただくための動画となっております。まずはじめにこのような言葉聞いたことありますでしょうか敵を知り、己を知れば百戦危うからず。これは孫子の兵法と呼ばれる、まあ、戦略本っていうのか何かを攻略するための一つの格言といったイメージなんですね。これはどういうことかというと敵の実力を知って自分の実力を知って そこから戦略を考えていけば何回戦っても勝てますよっていうような話なんですねこれを試験勉強にも置き換えてみると敵って何かというと本試験の内容、まあ、つまり過去問といったイメージですで己っていうのは自分ですね自分の実力ですでまず初めに考えるのは敵の方なんですよ本試験の内容こっちをまず分析しましょうっていう話なんですね 本試験の内容がどれくらいのレベルなのかをちゃんと確認しないといけない。だからまずはじめにテキストとかを読むというよりも、どんな問題が出ているのかなっていうところを確認していく作業が必要となります。まあ、ざっくりとどのような分野が取材されているんだろうかっていう視点でもいいですし、もう少し細かく見ていくのであれば、どういった用語が出てくるのかっていうところも確認をしていく。で、これをやった後に参考書を見ると、 あ、なんかこの言葉、過去問の問題で出ていたな、みたいに気づくわけですね。そしたら、あ、これってちゃんと頭に入れておかなきゃいけない内容なんだってわかるじゃないですか。そうすると参考書を読む時にも、あ、これは重要だからって意識して読めますよね。これがすごく効率的な勉強法なんです。いきなり参考書を読むっていう方もいるんですけども、参考書を読んだところで何が重要かってわからないんですよね。 もちろん参考書に書いてある内容は全部重要だっていう方もいますそれ正しいんですけれどもそれを全て頭に入れるって正直難しいんですよねだからとりあえず過去問を見て過去問で出ている内容をピックアップしてそこから頭に入れていくある程度勉強したらそれを組み合わせていくといった流れの方がいいですこの流れがいい利点っていうのは短期間で実力を上げることができるんですね もちろん参考書を初めから一つ一つ確認をして積み上げていくっていう方法もあるんですけどもそのやり方をやる人って大体が試験に間に合わないんですよ試験って決められた日に来るわけだからその日までの限られた時間内で合格レベルまで持っていかないといけないですよねそこから考えると参考書中心の勉強をしていくつまり積み上げ式の勉強法ではなかなか追いつかない時間が足らないということになるんです 一方で過去問から分析をして過去問から勉強を始めて参考書に戻りながら勉強していくっていう逆算の考えつまりゴールから先に勉強していく流れの方のが効率的な勉強ができるので早い段階で実力を上げることができるんですね今回ゴールっていうのは本試験の合格レベルじゃないですかつまり試験の問題を解けるようにすること これがゴールなんだけれども実際本試験ってどのような問題が出るかわからないでも過去問ではこういう問題が出ているということはまあ仮想的なゴールとして過去問に焦点を当てるっていうのは非常に意味があることなんですね、まあ、正直私自身参考書を全て初めから最後まで読んだことって実はないんですよ私本を読むのがすごく苦手なんですね苦手っていうのはすぐ読むのをやめたくなってくる文章を読んでると眠たくなってくるんですね だから読んでいても結局頭に入ってこないんですよただ短い文章であれば例えばこの1ページだけ読んでくださいっていうのであれば読めますただ何十ページもう10ページぐらいになってくると私自身正直きついんですよ集中できないんですね実際そういった方多いんじゃないのかなと思いますでそういった方には今言った勉強の仕方過去問から始めていくっていうやり方の方が合っていると思いますんでぜひそのやり方取り入れてみてください どの分野からでも大丈夫です。民法から始めていってもいいし、宅検業法から始めていってもいいし、法令上の制限からでもいいです。どこからでも大丈夫です。とりあえず過去問を先に見て、ああ、こういうところ出てるのか、あこの言葉知らないな、そういったものが出てきたらテキストだったりネットとかで調べながら意味とかを確認して、で、解説を見ながら自分で解けるようにしていく。で、ある程度知識が溜まってきたら、それを繋ぎ合わせて体系化していく。 これができれば合格できますので、ぜひ試してみてください。そして今弊社は短期講座を開講しております。今年の試験で絶対合格したい。そういった方はぜひ短期講座ご検討ください。短期講座では参考書とかには書いていない具体例だったり、理解の仕方だったり、考え方などが書いてあります。なのであなたは短期講座の問題集をどんどん進めていただくだけで実力を上げていただくこと可能です。 市販の過去問集だったり予備校や通信講座の過去問集演習問題だと解説が薄くて自分自身で調べていかないといけないんですね。それだと間に合わない可能性がやはり出てきます。短期間で実力を上げたい。そう思っている方はぜひ短期講座ご検討いただければと思います。短期講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひご確認ください。卓券合格目指して一緒に頑張っていきましょう。